いすみチャンネル、皆さんこんにちは。今回はいわゆる今の野党に関するテーマであります。私もですね、いろんな形で発信しておりますので、まあ、よく言われるんですが、もうあっちもこっちも打ちまくってるなって言われるんですけど、まあ、そういうわけでもないんですけど、まあ、これも私もはっきりと言い続けてますけど、現時点において私が、どこか特定の政党を支持しているわけでもありませんし、かといってどこか特定の政党と敵対したいというつもりもありません。まあ、そういう意味では個々の政策ごと、個々の政治家ごとに、個別に判断しているという状況が続いています。まあ、そういう意味においてはどこか特定の政党に肩入れしているわけではもちろんありませんし、特定の政党だけを何か狙い撃ちしているつもりもありません。まあ、そういう意味においては例えば、まあ、立憲民主党に関してもですね、私の場合はかつて立憲民主党の前の母体の民主党という党に、まあ、2003年から2005年の国会議員時代2年間だけでしたけども、まあ、民主党に席を置いてた時期がありますから、どうしてもまあ立憲民主党と の、まあその兼ね合いで見る方も多いんですけど、実際私はその2年間だけで、それ以外特に民主党と関わりがあったわけでもありませんし、今も特に関わりはありません。ただそういった中で、まあ、どうしても立憲民主党に対しては私に対しては、まあ、期待いただく方もいるんですけど、逆に私から言うともっと頑張ってよと思う気持ちも高いですね。まあ、テレビなどでも立憲民主党の国会議員の方と、まあ、同じ番組に出た時などもかなり厳しいトーンで言ってしまうんですけど、まあ、期待の裏返しかなという面も自分では思っていますけど、やっぱりその与党がしっかりしていないと叩くだけではダメで、叩くことは構わないと思いますよ。で叩くのはいいんだけど、叩くんだったらじゃあ自分だったら我が党だったらということをちゃんともっと発信していかないと、叩いて終わりではもったいなくて、自分だったらこうするという、まあ、対案なり、まあ、自分だったら国民を救えるみたいな形のメッセージは絶対いると思うので、まあ、そのあたり弱いかなという意味においては、まあ、ちょっとなんというか、まあ残念な気持ちでいます。で維新に関してもいろいろ言われるんですけど、維新に近いと言われたり、維新を立ててばかりいると言われたり、両方言われるんですけど、まあ、両方半分当てて半分間違っていて、私自身はやはりカジノに関しては反対はもう明確で、まあ、弁護士時代にやっぱりギャンブルで本当に家族が壊れていくのを見てきた立場としては、あえて、ギャンブル依存症を増やすようなことをする必要はないという立場ですから、カジノは明確に反対です。で万博に関しても、絶対反対という立場ではなくて、私はただ万博するにしてもやり方あるでしょうと、そこまでお金使う必要ありますかという観点なので、仮に万博をするにしてももっと知恵と工夫でお金を抑えてやりはったらと、少なくとも当初の予定を倍に膨れ上がるなんてことはおかしな話ですから、まあ、そこは批判しています。でもだからといって維新を全体批判するつもりはなくて、まあ、維新もある意味子育て費用の無償化とか教育の無償化などについては頑張っておられますから、まあ、そこはじゃあ非は非として自分としては発信するつもりです。あとよく私が言われるのは令和との関係でいろいろとも両方言われまして、いろいろ言われて、まあ、これも普通に発信していますけど、まあ、別に令和とは別に令和だからどうかと思っていません。ある意味令和の代表の山本太郎さんとから声をかけていただいてお会いしたことも現にありますし、共同代表のお一人もかつてからの近しい友人のでもありますので、別に人間関係はあるとは思っています。で、まあ、方向性についても、まあ、重なり合うところと、まあ、そうは言ってもちょっと違うかなと思うところが両方あるのは事実でありまして、まあ、全てが全て一致してるわけでもないし、かといって敵対してるつもりもないのが正直なところです。で、ただ言えることは、その野党がバラバラなままではやはり大きな方針転換は難しいわけですから、まあ、私としては今の政治が違うというのであれば、しっかりと連合軍を組んで大同団結をして国民のための政治に転換してほしいというのは基本的なスタンスで、まあ、そういう意味で最近私のは旧民内閣ということを使っていますけど、ポイントは大同団結です。違いを全部合わせろと言い気はなくて、違いは違いで認めた上で、しかし、まあ、国民の生活を救うという一点で一致できるんではないかという立場ですから、そういう意味で言うとこれもよく批判されるんですけど、外交とか防衛とかいろんなテーマが数多くありますから、もういくつものテーマを並べていくとどっかに違いが生じてしまいますから、それはそうだと思うんです。でもそれをあれもこれも並べすぎると不一致ばっかりが目立ちますから、まあ、それはそうではなくて、違いがあるとしてもそれを前提とした上で一致できる点で、私はその一致
点に関しては生活のキーワード、国民の生活が今大変ですから、国民の生活を救うんだと、国民負担増を続ける政治から国民負担増を止めて、むしろ国民の負担を軽減するような政治に転換する、この一点で一致して大同団結して協力すればどうだろうかというのが私の立場です。まあ野党の各党に関しましては、まあそういった大同団結を呼びかけたいなと私は思っています。まあそんな力ありませんけど、はい、気持ちとしてはそう思っています。泉チャンネル、ありがとうございます。はい、野党が一つになるっていうところ、まあ、一つキーワードかなと思うんですが、実際にその雰囲気、感じることはありますか？その党の人らとか、接触することもあるかなと思うんですけども、その一歩ずつ進み始めてると思うのか、いやこれは難しいかもな、私が頑張らなければとか、そのあたりの肌感覚ありますか？あ、肌感覚は、まあ、私前向きな人間なので、まあ、個々の政治家と詰めた話をするとやっぱり最終的には皆さん気持ちがある方が多いわけですから、なんとか国民を救いたいとか国民の生活をというところは一致をします。ただどうしてもやっぱりそうは言ってもその手前の部分の組織に属している方々ですから、組織を大事にしてしまう面もあって、まあ、そこら辺は若干私なんかは、うん、ズレを感じますね。だから結局は、まあ、誰のための政治するかの時に、まあ、野党であったとしても自分の属している立憲民主党のために頑張るのか、国民のために頑張るのか、維新のためにこう擁護するのか、国民のために維新に対しても方針転換を迫るのか、まあ、令和も令和の組織拡大を図るのか、逆にそうではなくて国民を救うんだったらある意味いろんな選択肢があるのかというあたりになってくると思うので、まあ、そこら辺は私は期待はしています。ただまあ過渡期だと思いますね。はい、分かりました。それに対して、まあ与党の与党論というか与党に対して期待することであったりとか、思いっていうのを改めて今このタイミングでありますか？そうですね、ここもね、まあ、誤解まで、されると困りますけども、なんやかんや言ってもやっぱ政治大事で、なんやかんや言っても自民党をやってきていて、私は今の政治がいいとは思っていませんし、それ発信していますけど、そうは言っても現に政治を続けているわけですから、まあ、そこはちゃんとしてもらう困るという立場です。で、一定程度は自民党もですね、内政自民党を含む与党も一定程度修正したりしながらやってきた経緯もありますから、まあ、私としては叩くだけじゃなくて、今こそ特に岸田総理に関しましては、まあ、ここまで支持率も落ち込んでいますし、まあ、一定程度、まあ、なりたかった総理もなれて一定期間も経過してましたから、逆に思い切って国民のために舵を切り直して方針転換をして、国民負担増の政治から国民を救う政治に岸田総理自らが方針転換なさってもいいのかなと思っています。私はある意味シンプルな人間で、かつての鄧小平のことは好きですけど、黒猫でも白猫でもネズミを取るのは良い猫だというのと同じように、その見え方がどうであろうが国民を救えばいいと思っている立場なので、まあ、そういう意味においては別に岸田さん総理が国民を救っていただくんであれば、ちゃんと方針転換なさったらとは思っています。はい、そこはそうですね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。